皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は百鬼夜行の第38回です。おうに全体図はこのようになっています。この部分を読んでいきましょう。まずこれはおという漢字です。いもずる という意味です。これはを。次はう。これはにです。をうにと書いてあります。をうにと読みます。深い山の中に住んでいる妖怪のようです。 毛だらけのように見えますがこれはツル性の植物を表しているのではないかと思われますそれでは皆さんまたお会いしましょうごきげんようさようなら